はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました半間陽先生です。2018年現在あれから分析に専念しておりまして稼いでおりません。現在ライブ投資の試験投資少額の試験投資を1000円ずつ投資しております。2018年11月11日ですか、月曜日でしょうかね。今日の試験投資の様子を説明いたします。12日ですね、11月12日になります。こちらがライブですね、ライブの試験投資18272円ですね。でこちらが分析中のインジケーターですね。勝つかどうか分かんないですね。このようにね、こちらの指示を待ってこちらで投資して手入力で投資しております。ライブ投資試験でも自動売買禁止となってますので全部手入力となります。こちらから音声指示が入りまして GBP JPY ということで20時29分03秒にシグナルが出まして GBP JPY こちら選択しましてね、投資したわけでございます。便所に投資しないと勝てませんので、ずれると負けてしまいます。ちょっとのずれでもね、便速に、手入力で通貨国を選択して老化配を選択して、決定する必要がございます。現在そのようにして投資しております。でこちらがシグナルですけど今のところ2通貨ですけど3つ出てきましたね今日はね。ユーロ JPY 出てきましたけどね。これまた上がってきたんで勝敗が非常に難しいところで、これから僕は風呂入りますのでね、これからね爽やかになるかと思います。非常に難しいところですのでね、上がっちゃ怖いですね勝敗が。まあどうせこっから落ちてくるんじゃないかと思うんですけどね。こちらも見るとシグナルですね。左真ん中ですね。ちょっと上がってきてますね。怖いですね。上がってきちゃうと負けない。ああ、越しちゃってですね。こちら今シグナル越しちゃってますよ。あ、ギリシャ、これから下がってくれればいいんですけどね。いかがなもんでしょうかね。
際どかったですね。勝ちましたね。はい、勝ちました、シグナルの方はこちらの微妙でやっぱり勝ってますね。 GBP-JPY ね、そういうことでシグナルが来ましたね。こちらは5000円から、資金から始めたものですね。ボーナスが5000円で、5000円ですからちょうど2倍になっただけですね。5000円ボーナスで5000円入れて、5000円入れて5000円ボーナスですね、のライブ投資ですね。どうもありがとうございました。こちらのインジケーター、肩寄せボリンジャーバンドと自作ですね、テクニカル分析と RSI